エクルズケーキは小さい円形の焼き菓子である。バターを折り込んだフレーキーペーストリーにカラントを詰めて焼いたもので、場合によってはデメララシュガーがまぶされる。エクルズケーキはイギリスのエクルズにちなんで命名された。1793年にジェームス・バーチがエクルズの中心部のビカレッジ通りと現在は、 チャーチ通りとして知られているセントメアリーズ通りの角で、エクルズケーキを最初に販売したことが知られている。エクルズケーキは、スクワッシュドフライケーキや、フライケーキ、フライパイ、あるいはフライズグレーブヤードとも呼ばれ、いずれもカラントをハエに見立てた名称である。エクルズケーキは、原産地名称ほぼ制度を保持していないため、どこで製造されても、エクルズと呼称される。左が調理ケーキ、右が、 エクルズケーキランカシャーシューチョーリーにちなむチョーリーケーキは、エクルズケーキよりも薄く、フレーキーペーストリーではなく、ショートクラストペーストリーから作られる。砂糖はまぶさない。カラントスクエアは、ショートクラストペーストリーを四角く成形したケーキで、上つらと底面に、幅1インチのカラントのフィリングが入る。ブラックバーンケーキは、ブラックバーンにちなみ、カラントの代わりに似たリンゴが入る。 バンベリーにちなむバンベリーケーキは楕円形のケーキである。トリニダードトバゴではカラントロールと呼ばれるよく似たペストリーが作られる。フレーキーペーストリーでカラントを巻いてから焼いた菓子で斜めに切って強する。ありがとうございます。